味方の目の前の人形が打たれてくれてるんで、よし、はい、ガンダム戦にこんな感じで、まず気合が上がってもやってることは一緒、簡単でしょ、ボスは簡単だよ。味方と協力するかっていうよりは味方をどうやったらうまく使えるかを考えるということで、育てる船が決まったところでイギリス従順を育てますからね。じゃあイギリス従順を育成しましょう。ボットばっかーい。ほら、シャキッとしなさいの。作戦始まるわよ。めっちゃネルソンに怒られるじゃん、これ。ベコポン22231って。懐かしい。くさ。ティア1のコツは味方をおとりにすることですね。ランダム戦の基本です。ベコポン222さん、ブラックポジャさん現る。いや、基本だからランダム戦の。フォローありがとうございます。味方のボットが発砲してタゲ取ってるのを見てから撃つと。タゲ来たら逃げると。HP 減ってる相手を相手すると、なんかエリーがひたすらに私を狙ってくるのは何でだ。外れまったね、タケ。次エリーかな。あ、倒せない。これを繰り返すだけ。撃たれたら逃げる。今あの味方の目の前の巡洋が撃たれてくれてるんで撃ち続けると。キルは3分の1、HP 3分の1相当を削ってるのと同等の経験値がもらえるんで。
ていうのもあるし、単純にやっぱり積水有利作っていくのが基本なんで。ということで、あの味方が撃たれてる時間を使ってこんなにダメージが稼げました。わーい。ランダム戦こんな感じですよ基本。あとティアが上がってもやってることは一緒です。この程度の敵、話にならないわ。死んでくれたら撃つのはやめる。死なないのが悪いみたいな。暴論。暴君、ただの暴君。簡単でしょ？ボスは簡単だよ。あとは缶の特性とかがここに織り込んでくるだけ。ペコポン222さん、もうクラーケンって、リサ。敵のヘイトを受けない一番前にいると。で、積水優位作っていくと。味方と協力するかっていうよりは、味方をどうやったらうまく使えるかを考えていくと。ウォースのランダム戦はそういうチーム戦です。本物のチーム戦がしたかったら、クラン戦するしかないですね。モード的に。あとは、シナリオモードとかだったら、仲間組んでやれば、本物のチーム戦ができますね。協力し合うみたいな。でも、シナリオもやっぱり稼ぎ先行になると、それぞれが個人が稼ぐってなるんで、本当のチーム戦ではないですね。チーム戦っぽいことはできるけど。ってことで皆さん、本物のチーム戦やりたかったらプラ戦をやろう。プラ戦しかないです、やれる場所が。チーム戦したいならクラン戦をやるしかない。本当に、クラン戦しかない。ランダム戦とかも一応チーム戦だけど、ランク戦もチーム戦だけど、こういうチーム戦です。味方をうまく、どうやったらうまく使えるかなっていう。まあ、今回ボットなんでね、あからさまになんか打たさせてあげるっていうチーム戦してますけど。まあ本当だったらもうちょっと自分もヘイト一緒に受けつつみたいな感じになりますね。簡単な TI 値解析でした。まあボット多いからな。こんな感じで楽しんでいきましょう。コツは味方をどうやったらうまく使えるかなっていうのを考える。ツリー研究は楽しいなランク1なのやばいな。